い、こんにちは、かけまるです。今日は長野から大阪港区に遊びに来ていただいた青色さんの動画レビューなんですけれども、実はですね、 VAB-D 型、購入して1年で、手放しちゃって E 型をご購入されるそうです。というわけで、今日は1年しか乗られてないので記念にということで動画撮影させていただくことになりました。一生ご購入されてから54,006km 乗られてます。すごいっすね。VAB、D 型ベースグレード、大型リアスポイラーは付けてなくてトランクスポイラー仕様ですね。ご購入されて5万キロ1年で5万キロ乗っちゃったそうです。特にカスタムの方は目立って行っていないということなんですけれども、STI の低排圧マフラーですね、を装着されていて、あとは今スタッドレスタイヤ仕様にされているということです。おお、スタッドレス、購入されて1年で手放すってちょっと名残惜しいと思うんですけど、ご購入されて1年で、手放すそうなんですけれども、次は VAB-E 型ですね、色は同じ色、WR パブルーパールですね。穴開いてんのかな思ったら穴開いてないですね。ちょびっとだけ穴開いてるみたいな。あ、 D 型特有の塗装が剥げてくるやつになってますね。 E 型ではここは改善されてるそうです。 D 型の方ご注意。あ、反対側も溶けかけてますね。 D 型の人はここを注意しておいた方がいいかもわからないですね。溶けちゃってます。一応せっかく、記念ということでちょっとこういう感じで、大型リアスポイラーなしもいい感じですよね。一応僕も記念に1年で5万キロはやっぱすごいっすよね。ほんま1日100キロ以上乗らんと5万キロいかないと思うんですけれども、まあでも、次 E 型12月27日納車ということで、おめでとうございます。VAB 1年で、手放してしまうという動画でしたすいません、記念ということで、今日は、徳から遊びに来ていただいてありがとうございます。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。